8月26日に放送される月9ドラマ、海の始まりの第9話は、目黒連さん演じる夏の体調不良により、一周延期されることが決まり、代わりに特別編、恋のおしまいが放送されることとなりました。この特別編は、視聴者の間で大きな注目を集めており、本編の進行が一時的に止まる一方で、物語の革新に迫る重要なエピソードになると、 期待されています。海の始まりは、家族とは何か、親と子のつながりとはどうあるべきかを探る、心揺さぶるストーリーです。特に第8話では、夏が二十数年ぶりに実の父、溝江元春と再会し、長年胸に秘めてきた感情を爆発させる場面が描かれました。溝江との再会によって、自身の父親像に葛藤する夏の姿は、 多くの視聴者の共感を呼びましたが、同時に、彼が弥生、有村霞さんに対して無自覚な振る舞いを続けることで、二人の関係に亀裂が生じる様子も描かれました。この特別編では、夏が弥生に別れたいと切り出すという予告があり、これまで築き上げてきた関係が崩れるのか、あるいは新たな形で再生するのかが問われる重要な回となります。視聴者は、 やよいが夏と海に対して距離を置こうとする姿に切なさを感じる一方で、彼女が海の母親としての役割をどのように受け入れていくのか、その過程を見守っています。これまで描かれてきた、人はいつどのように父になり、いつどのように母になるのか、というテーマが、特別編でどのように消化されるのか、視聴者の期待はますます高まっています。特別編、恋のおしまいは、 家族の絆を再確認し、未来への新たな一歩を踏み出すための重要なエピソードとなるでしょう。